どうもこんにちは、リアルリのリオです。今日のテーマは僕が乗っているピストバイクドスノベンタを紹介していきたいと思います。今回の動画は前半と後半に分かれております。前半は僕が持っているドスノベンタというブランドの紹介、もう一つが僕が乗っているモデルとその価格を紹介します。で、最後に一つ購入場所だったりおすすめの購入方法っていうのを紹介していきます。では、最初にドスノベンタというブランドを紹介していきたいんですけど、ドスノベンタというのはスペイン発祥のバイクブランドですね。僕ももともとリーダーというバイクを乗っていたんですけど、リーダーのピストバイクを買いに行った際に、初めて見たブランドになるんですね。もともとハンドメイドで作られていたブランドとはお伺いしてます。なので価格もかなり高価であり、で在庫とかもやっぱりハンドメイドになるので、その時作られた分しか入荷されてこない。なので一台一台かなり希少性が高いっていうことと、やっぱりその時期を逃してしまうと下手すると半年以上買えなかったりとか、もう同じモデルは手に入らない、いわゆる新車では手に入らないってことはよく言われてたかなと思います。マークもインパクトがあって、もうこの目のマークですね。バイク自体はかなりシンプルなデザインが多いです。あとはピストバイク以外にアパレルも出してるんですね。僕も実際にパーカーとか持ってるんですけど、帽子からパーカー、あとは長袖だったり、いろいろ半袖含めて出してますね。結構欲しいんですけど、日本で取り扱いがまあ少ないので、なかなか手に入らないような希少価値が高いものかなと思います。次に2つ目になるんですけど、僕が持っているドスノベンタピストバイクのモデルと、価格、そして特徴を順番に紹介していきたいんですけど、まずモデル名が、ドスノベンタデトロイト 3.0 クラブっていうモデルになります。で、比較的ドスノベンタの中で一番、人気が高いかなと思います。で、僕が持ってるのは一応サーモピンク、一般的にサーモピンクって言われるモデルで、マット仕上げのものになってます。で、大体価格帯なんですけど、結構値段の変動が激しいなってイメージがあって、実際僕が買った時っていうのはフレームだけで大体15、6万円から17万円しないぐらいだったと思います。そこから組んでもらうんですよね。組むっていうのはホイールつけたりだったり、ブレーキつけたりだったり、乗れるようにコンプリートしてもらうんですけど、30万円オーバーぐらいで買ったかなと。特徴なんですけど、サドルっていうのはハンドルと平行にあるはずなんですよね。もしくはハンドルより下にあるはずなんですけど、僕が持ってるのっていうのはこういう状態なんですよね。フレームが上に上がってってるので前傾姿勢になるんですよ。なので前傾姿勢って慣れてないと結構しんどいんですけど、慣れてる方とかが乗ると乗りやすいんですよね。なのでドスノベンタの中でも、あまり採用されていないフレームの形なのかなと僕は思っております。次に3つ目ですね、購入場所とおすすめの購入方法を、お伝えしていきます。まず購入場所なんですけど、僕は一応ちゃんとした正規店、ドスノベンタを日本で取り扱っている場所で買ったんですけど、代表するお店の名前、そのドスノベンタを取り扱い代表店、ブローチャーズというお店になります。ブローチャーズは一応関西、大阪、あとは東京、横浜に店舗を持つ、お店で、ピストバイク専門だと思うんですよね。今回はそこで買いました。もちろん、ブローチャーズは適正な値段で売っているので、他のネットとかで調べるとやっぱり並行輸入だったりとかで安く売ってるところはあるんですけど、まず、購入して良かった点ってことを一つ紹介したいんですが、ブローチャーズさんで買うとメンテナンスは基本的には無料です。なので何か自転車おかしいなと思ったら、ブローチャーズ買ったお店、もしくはどこのお店でもいいんですけど、持ってってもらうと、じゃあメンテナンスお願いしますって言うと、わかりましたっていうので、その場でやってくれたり、1時間後取りに来てくださいだったり、取りに行くと本当にしっかりブレーキも効きが良くなってたり、タイヤもしっかり空気が入ってたりとか、チェーンに油させてもらったりって、基本的なことっていうのはなかなか家ではやっぱりできないんですよね。用具がないんで、工具がないので。だからそういうことをやっぱり無料でしてくれるってことは、一つちゃんとしたお店で買うのはおすすめかなと思います。で、もう一つが、フリマを使うことですね。メルカリだったりラクマ、お店を持たない媒体がたくさんあるんですけど、ピストバイクの名前を入れて検索をすると、やっぱり1回2回乗った、もしくは1年2年乗ったバイクっていうの、中古車がずらーっと出てくるんですね。で、もともとフリマで買うのっていうのはあまり好きではなかったんですけど、今回このフリマをおすすめする理由としては、現物をやっぱり見せてくれる方も結構いたりするんですよね。
で直接取引希望っていう方がいればその人にまあ連絡をして、まあ、購入を検討しているということで直接見せてくれないかということで実際に見に行ったこともあったりとか、代理で友達のピストバイクを買ったりだったりとかで、かれこれ3回ぐらい使ってはいるんですけど、やはりお店を通して買うよりは個人でやり取りして個人で売買するのでめちゃくちゃやっぱ安いんですよね。まあ、買うって結構心配だとは思うんですけど、コメントすると大体は返してくれるので、あまりにもやっぱり正規店で高いなと思うんであればフリマとかで一回探してみるってことも一つ購入方法としてはおすすめかなと。お近くであれば、見に行っていいですかってコメントをすると比較的対応してくれる方が多いなという印象で、今回はおすすめって形にさせていただいてます。自転車を久々見に行ったんですよね。1ヶ月以上乗ってなかったので久しぶりに自転車を見に行ったら、まさかの空気が抜けてもうペッコペコになってたんですよ。なので自転車の撮影をする前に、まず空気入れないといけないってなってしまって、実はこの撮影をする前に自転車屋に行って空気を入れてきました。今回行った自転車屋さんもすごく、おすすめな自転車屋さんで、おしゃれな自転車屋さんなので動画を撮ってきたのでぜひご覧ください。それでは自転車の方に空気を入れに行きたいと思います。今地下に向かっております。行きましょう。今回紹介する僕の愛車はこちらになります。ドスノベンタデトロイトですね。サーモピンクのこの色がとても気に入ってます。代々木上原の方に空気を入れに行ってみたいと思います。今回行く自転車屋さんがですね、ブルーラグという結構有名な自転車屋さんなので、外観も撮影できたらなと思ってます。ペコペコなんで乗っていっちゃうと自転車潰れちゃうんで、まあ散歩がてらカメラマンと一緒に歩いていきたいなと思います。それでは行きましょう。はい、ということで、今空気を入れてもらいました。見てください、パンパンになってます。今ブルーラグの前で撮影してるんですけど、結構インパクトのある自転車屋さんですね。比較的入りやすくて店員さんすごく優しいのでめちゃめちゃおすすめです。VTR いかがでしたでしょうか。今日はですね、実はあのお店僕も初めて中入ったんですよね。お店の前は結構通ってて、あのお店の違う場所の店舗には行ったことあったんですけど、ムービー見てもらったら分かると思うんですけど、まあ、かなりマニアックな店内となっております。もう自転車の世界観がバッと広がってる形で、プロたちがこう横でメンテナンスをしながら接客がしてくれるっていうのはなかなか見れるお店が少ないかなと思うので、よければ行ってみてください。今回前半の動画っていうのはこれで終了になってしまうんですよね。後半は久しぶりにドスノベンタに乗って街へ出かけたいなと思っております。走る場所もですねちょっと頑張って決めてますので、楽しい動画が出来上がってると思います。ぜひ期待して待っていただければ嬉しいです。てな形で今日も、動画高評価いただけるとすごく嬉しいです。あとはコメントとかよろしくお願いします。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。じゃあ後半また会いましょう。リアル D のリオでした。じゃあねー。